はイカ塩レモン。来ましたよ。美味しそう。一皿目イカ塩レモン。いただきます。これ塩だからいらないか。醤油。うんうんうん。いただきます。5出ました。次何食べようかな。ラクラ食べます。来たよ、ホタル。じゃじゃん。2皿目はマグロ。いただきます。いただきます。うん、ね、これわさびつけた方が美味しい。でね、ちょびっとだけ間に入れるね。じゃあ行きます。何もありません。食べるね。今日、10皿くらい入れるかいけるかもしれん。行かなくていい。危ない。見て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 。3皿目はうなぎ。お久しぶりやん。いただきます。うん、今は1,2,3,4 4皿目ティアラチャンネル。何皿くらいいけると思いますか。8。いっていい。いってみていい。限界突破。で限界まで3も来たよ。サーモンいただきます。初のサーモン。どんな味なのでしょうか。トロトロしてるって言ってるけど、みんな、ね、いただきます。
ね、後味がすごいいい。わかる？めっちゃ美味しい。ゆなちゃん、おしゃれです。これさ、塩なんだけど、甘タレつけて一個だけ食べよう。どうなるのか。これ最後の。甘い。ティアラチャンネル。マスター、いただきます。結構食べますね。うん、今カステラ目。私だけ色が違うね。タコン、いただきます。失礼しました。めっちゃ濃い味が。ラスト1貫。ティアラチャンネル。最後はデザート食べます。その名もミルクレープ。ミルクレープミルクレープいただきます。あ、ミルクレープ登場。箸で食べるケーキ。の一口。ごちそうさまでした。もしこの動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。